こんなにバラバラなチームがあるんか、練習こんなみんなこのの上手いのに、うん、試合になったらみんな下手やって思ってました、うん、そして2012年ですよ、ミハル・ペトロビッチさんが浦和の監督に就任と、はい、強くならないわけがない、うん、AFC チャンピオンズリーグで10年ぶりに優勝しましたよね、はい、その年に浦和の一員になれた感はすごくありました。そして2009年12月に浦和レッズ移籍を発表、はい、これいつぐらいからコンタクトあったんですか。確か10月とかそれぐらいだったと思います、うん、これは結構賛否分かれました、移籍。おお、まあ、ミシャは浦和レッズやったら行ってこいって言った、行ってほしくないけど、うん、その時もお互い涙しながら、うん、行ってこいって言ってくれたんですけど、うん、まあ、他 の, その小学校の時お世話になった指導者とか、うん、まあ、森山監督とかは、うん、まだお前ミシャの元でやった方が自分が成功するんじゃないかっていうところと、うん、でも浦和賛成派の方が少なかった。おお、まあ、浦和がそんなに、まあ、なんか2009年そこまでいいシーズンじゃなかったんで不安じゃないみたいな、うん、でも僕の中では自分にプレッシャーをかける意味でも、うん、ミシャだからずっとできたでしょって思われたくないっていうのもあったんで、試合のスタジアムでプレーできるのはやっぱサッカー選手としての喜びはあるなって思って、うんうん、最初からまあ気持ちはもう7割8割僕は浦和でしたね。でもミシャさんは浦和だったらいい、はい、行けと、はい、行ってもいいと、まあ、やっぱそのミシャのことは大きいですよね、僕の中では。やっぱミシャのおかげでここまで来れたっていうのもありましたし、ミシャとまだやれるならやりたいっていうのは、うんうん、あった中での判断だったんで、まあ、そこが一番大きな点ですね、ミシャの言葉は。まあ、あの実際に柏木さんが移籍してくるっていうのを、まあ、聞くじゃないですか。浦和にとってこう足りないピース、時間を作るとかっていうことができる選手が、まあ、当時ちょっと少なくなってたんで、うん、期待すごいしてたんですよね。ただ入ってきた時は多分大変だったと思うすごかったですねこんなにバラバラなチームがあるんかっていうぐらい参ったもんだなって思いましたまあでも移籍してきてからよくご飯行きましたね、はい、多分みんなあれなんですよ、勝手に僕のことなんかチャラそうで変なやつって思ってくれてる分、うん、僕は結構あの礼儀正しいっていうかやるじゃないですか、まあ、ちゃんとやりますね、はい、うん、だから勝手に先輩が勝手になんか、あ、こいつなんか意外に可愛いやんっていう感じで可愛がってくれた感じだと思います、うん、最初は、うん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 、あれみたいな、うん、で、まあ、移籍して浦和と広島違いってなんですか。まあ、さっきの言ったように仲の悪さみたいなのは、まあ、全然違うなと思います広島は仲良かったけど、はいはい、あと浦和選手は個は突出してるなって思ったんですよ、みんな、うん、ただチームとしてバラバラだって思いましたなんかサッカーやってて、あ、こんなつながりなくサッカーやってるんだぐらい感じてましたね、うん、だから逆に試合になるとみんな下手やって思ってました、うんうん、練習こんなみんなこの上手いのに、うん、試合になったら下手って思うってことは、あ、これってチームがこう繋がってない、まとまりがないっていうことなのかなっていうのはすごく感じてたんで、うん、そこが一番もどかしかったですね、うん、浦和には上手い人がたくさんいて、うん、すごい人がいっぱいいるから、うん、自分ももっと輝ける、うん、輝かしてもらえるし輝かせられると思って期待してきた分のギャップが一番しんどかったです、うんうん、だってよく言ってましたもんね、いや、これ本当に良くないっていう。でもあれがあったからやっぱ浦和への愛もどんどん強くなったと思いますし、うんうん、僕ってこう一人ではなんかできるタイプじゃないんで、うん、そこで頑張れたっていうのがこうプロ選手として18年間できた一つのきっかけ作り、あのきっかけになったんじゃないかな。スタジアムの雰囲気とか、まあ、浦和のサポーターとかいるじゃないですか、それはどう思いました。多分反柏木派のが多かったと思うんでそのお前チャラチャラしてるみたいな嫌いじゃないですか、うん、別のサポーター、はいはい、最初はそういうのが多かったと思いますし、うんうん、もうそれこそもう罰声はすごかったですね、試合終わって負けたらもうとりあえず一番に多分僕だったぐらい言われてたと思うんで、うんうん、でもなんかだんだんこう、まあ、試合勝てないなりにも自分が一生懸命やってるっていう姿を見せ続けたのはあるんで、うん、広島アウェーの時にちゃんとができて1年目で、うん、まあ、その時にあやっとちょっと認められたのかなって思いながらも、でもまあまだ反柏木派多いなみたいな、うんうんうん、イメージのままもう過ごしてました。
多分柏木さんを変えたのは平川さんの一言だったんじゃないかなと思ってて、はい、平川さんとのエピソード僕すごく好きなんですよもう平さんはもう本当師匠みたいな、はい、もうあの人がいなきゃ自分がいないっていうぐらいの感じの人なんで、うん、そうですね、平さんに言われた一言一言っていうのは、うん、本当にたまにしか言わない一言なんで、うん、すんごい重たくて、うん、はい、響きましたね、うん、まあ、ちょっと怒られたりもしてましたもんね。そうですね、よく怒られましたよくというか、まあ本当にダメな時は、うん、陽介ちょっと今日夜開けてる、うん、お前好きやからはっきり言う、うん、いいんかこれ、うん、で、まあ、そこからのいろんな言葉を頂戴して、うん、はっと、まあ、我に変えて自分のダメさに気づく。でもダメだと思いながらやってる自分もいたっていうのを分かってるんで、うん、それをやっぱ正してくれる人っていうのがどっかにいないといけなかったっていう中で、うん、平さんはずしずしっと大事な時に一言浴びせてくれた人なんで、まあ、感謝してもしきれないぐらい、うん、はい、ちなみに柏木さんから見て僕の印象はどうでした？ケンタさんはもうとりあえず今でも思うんですけど、俺サッカー界で今までで一番かっこいい人なんですよ。おやっぱこう男気あるところとか、うん、やっぱそういうとこ見て、あ、こういう人になりたいみたいなイメージはもうケイタさんなんですよね、うん、まあ、プレイヤーとしては意外にうまくはないなっていうところはまあ、うん、でもなんでこんな気利くんだろうっていう、うん、だから逆に一緒にやると、あ、ありがとうございますって思うシーンがやっぱたくさんあるんで、うん、やっぱそこは本当に勝手にやる人をちゃんと見てそこで補ってるっていうクレバーさっていうのはやっぱすごいなっていうところと、うん、そして2012年ですよ、はい、ミハイル・ペトロヴィッチさんが浦和の監督に就任と、はいはい、再び一緒のチームになるじゃないですか、はい、ここで何を思いました？あのミシャさんが監督になる、浦和の監督になるよって言った時に。いや、まあ本当に嬉しかったですね、うん、マジで僕はその浦和が強くなるって本当に思ったんで、うん、こんだけいい選手がいて、うん、強くならないわけがないって思ったんですよ、うん、だからもう期待しかなかったですし、最後なんか監督どうするみたいな話の時に僕言いに行きましたもん、はい、強化に、うん、ミシャが空いてるんだったらミシャにしてください、うん、絶対浦和強くなりますとは言いに行きました、うんうんうん、もうそれが力になったかどうかは別としても、うん、良くなることは分かってた。絶対良くなると思いました。あ、まあ、それね、はい、分かってるから僕は分からないし、実際にもう浦和から離れようってちょっと思ってた自分もいたんで、うんうん、11年であの残留決めた時にもう僕はこのチームでやれることないかもしれないって思ったから、うん、でミシャさんになって、これで良くならないんだったらこのチームはもう一生良くならないんじゃないかって思ってました本当にクラブの歴史と中身が伴ってないクラブだなっていうのは思ってたんで、うん、決まった時とかなんか連絡ありました？すぐありました。おミシャのサッカーを知ってる僕がいたのもすごくやっぱミシャの中で大きいっていうのは言ってましたし、もちろんもともとミシャも浦和に行きたいって言ってたんですよ。お、はい、マジ決まった時はまあお互いよかったよかったって言って、でお前がいるのもでかいからお前いろいろ助けてくれと、うん、やれること全部やりますって言って、うん、まあ牧野も、うん、ね、うん、来たことでさらに このチームに対して知ってる選手がいるからよりこう作っていきやすい環境ができたって喜んでました。お、広島での成長 そのスピードがあるじゃないですか、はい、と浦和のスピードって違いました？全然違いましたね。おだって1年目からあんな結果出るって3位、はい、うん、ないと思いますよ。やっぱ選手の個の能力が高かったからっていうところはすごく思いますよね。でも多分それは柏木さんがもっといたから理解度が早かったんだと思うんですよ。僕らはあこうやってやるんだみたいな、うん、柏木さんがうまいっていうのは分かってたけどこんなうまいのって逆に思うぐらいですよねあのサッカーになるとあのサッカーになるとさらに、はい、だからオシムさんのことをジフの選手に聞いてたと同じように、うん、ミシャさんのサッカーをあの柏木さんとか牧野さんとかに聞ける、うん、まあでもあとはやっぱサッカー IQ ってところでやっぱ高いんだなと思いましたよ、うん、みんなが、はい、うん、褒めてもらいました。ケイタさんサッカー上手くなりましたねでも自分でも言ってましたもんね。そう、本当にサッカー楽しくなってきたって言ってましたもんね、うん、サッカーってこんな楽しいんだって思うぐらい
だから本当にもし自分がこのサッカー若い時に出会ってたらもっと違ったんだろうなって本当思うぐらいサッカーの考え方が変わる、うん、だから逆に言うと洗脳されすぎてちょっとおかしくなっちゃう感じ、洗脳みたいな感じですね。確かにやっぱあのサッカーが最高すぎて、うん、なんかそこばっか見ちゃう自分もやっぱりいるんで、うんうんうん、そこはやっぱしんどかった、そこからあとはしんどかった、うん、だからちょっと、うんうん、そして2013年 J リーグのアシスト、でも13とか4で、うん、アシストへのこだわりってあります？ゴールよりアシストのシーンがやっぱ頭に出てくること多いですね。誰がやりやすかったですか今までで？いやでもやっぱ本当パスの本質を教えてもらった、本質っていうか動き出しっていうものを教えてもらったのは久里さんです。やっぱり、うんうんうん、あの人はもう自分のタイミングでここだって言って動き出して、うんうんうん、それに対してついていこうと思ったからパスも上手くなったと思ってるんで、うーん、ね、裏脇というかやっぱ達也さんの動き出しもすごく僕の中では、うん、あの久里さんに近いものがあったり、うんうん、でも達也さんの方がより久里さんよりはこう一応見てくれてはいたかなって。久里さんは見てはいるんですよ、見てはいるけど、うん、もう俺は絶対このタイミングで欲しいんだっていう、それに対してついていこうっていうのはすごい良かったな。なるほど、それは違うんだ。全然違うんですよ、その、僕の中では。それめちゃめちゃ面白い。達也さんはある程度こう気を使ってくれて動き出してくれてるし、久里、うん、さんはその毎回毎回動き出すじゃないですか、うん、やっぱっていうのがある。達也さんは結構こまめにやってくれる、うんうんうん、確かに確かに、はい、だから気使ってくれてるっていう感覚です、うんうんうん、じゃあより佐藤久里さんの方がエゴイスティックな感じ。そうですね。で、まあ、絶対ゴールっていう。あ、はい、まあ、達さんの場合はドリブルできたっていうのはあると思うんで。でもやっぱもうこの心臓に関してはやっぱもう、まあ、最強だったなと思います。お、僕は本当に日本人でもすごい人だと思ってるんですけど、このパス届くんやっていう気持ちよさっていうのが心臓にはあるんですよ。こっちから言うとむちゃくちゃなパスだぐらいきついパス出しても決めちゃってるんですよね。確かに心臓の場合はこう一瞬でディフェンスを剥がせる速さを持ってるんで、なんかそこはまあ動き出しまあみんな各々違うというか、で僕が出せるタイミングで絶対なんですよ、ほとんどが。こんなにも気持ちよくこのタイミングで動いてくれたのってのが多かったです、圧倒的に。逆に言うともっと決めてほしかったっていうぐらいあります、心臓の場合は。結構簡単なやつ外すんで心臓は。そして2015シーズンですけれども、ファーストステージを優勝して、ガンバ大阪にチャンピオンシップで敗れますよね、はいはい、この時は何が足りなかったんですかね。満身、もう俺ら余裕でしょ、満身は確実にあったと思うんで、うん、まあ、そこは、うん、一番足りなかったとこかなと、うん、100% いったでしょって思ってました、うん、やっぱそこからやっぱりこう積極的ではなかったですよね、なんかね、うん、やられたくないの方にちょっと出てた気はしますね、うんうん、まあ、ただ翌年、はい、年間成績1位でしたね、はい、これ勝ち点で1位、はい、まあ普通で言えばもう優勝、はい、リーグ優勝してる、はい、けれども、まあ、チャンピオンシップがあったと、はい、まあ、これで3位の鹿島アントラーズに逆転負け。これはもう優勝ですこれは優勝、はい、もう僕の中で優勝と思って優勝してる、はい、あのレギュレーションはおかしいと思います、うん、あんだけ勝ち点離れてるんだから、うん、正直トータル同点なわけじゃないですか、うん、負けは 100% ないです。確かにね、はい、ありえないです。まあ、仕方ないですけどそのレギュレーションで。だから僕的にはもう年間本当にやりきって圧倒的に強さを見せた1年だったと思うんで、また優勝っていうタイトルはもらえなかったですけど、僕にとってはすごくいい1年だったと思ってますし、今でもあれは俺は優勝だって勝手に思ってるんで、だから逆にあの年だけ腹立ちます、やっぱり。なるほど、うん、そして2017年、三者監督が変わって堀監督になる、はい、ただチームは AFC チャンピオンズリーグで10年ぶりに優勝しましたよね、はい、そして大会 MVP も受賞して、はいはい、この時の浦和はどうだったんですか。まあ、ちょっとそのミシャのマンネリがあったっていうのと、うん、まあ、ミシャ自体も俺は信頼してきた選手を使い続けるっていう、うん、
僕的に圧倒的に誰が良くなかったかって分かるシーズンでもあるんですけど、うん、でもそこはもう俺が決めるから俺が全部責任取るって言い続けて、でも僕とかは心臓とか上ちゃんとかは、まあ、ここで何人か変えた方がいいんじゃないかっていう指摘もした中で、うん、いや俺は信じるって言って結局解任になったんで、すごくもどかしいシーズンではあったなっていう、まあ、でもアジアチャンピオンになりましたよね。はい、これはやっぱミシャの思いをね、やっぱ堀さん天野さんっていう体制になって、うんうん、堀さん天野さんもやっぱミシャのリスペクトがあって、うん、ミシャに対してみんな何かしたいっていう思いが強くなった分取れたタイトルかなっていうふうに思うので、うんうんうん、これは、ね、堀さんの力ももちろんそうですけど、うん、本当に一気にチームがまとまったっていう瞬間だったかなと思います、うんうん、ずっとミシャさんと、はい、まあ、広島そして浦和でやってきていて、解任っていうのは悔しかったですよね。悔しいし結構応援するぐらい泣いたイメージがあります、うん、いつ知ったんですかそれは。当日の朝だったと思うんですよ。あ、その解任 練習行くってなった時に、うん、みんなちょっとミーティングルームみたいな、うん、僕本当その日から本当に多分体調ずっと悪くて毎日応援止まらないですし、うん、もうエシル取った時 もう全然もうずっと毎日寝れないみたいな日が続いてたんで、うん、まあ、人生は結構体調的には一番しんどかったですね、その解任の後からは、うんうん、まあ、ミシャ監督 その解任があって、まあ、でもアジア取って、このアジア取った時っていうのはどうだったんですか。やっぱ嬉しいですよね、うん、これは内容的にはもう圧倒的にやられてるんですけど、うん、やっぱ一発勝負ってところで、うん、今まで取れなかったタイトル、うん、ここでタイトル取りたいよねっていうところで取れたのは本当に嬉しかったですし、うん、まあ、さらにその年に浦和の一員になれた感はすごくありました。お、うん、その時にやっとやっと、うん、本当に心からこうみんなにこう俺やったよって言える瞬間だったかなと思います、うんうんうん、最差ですもんね。しかも最差で、はい、興奮しますね、うん、てかあのやっぱイアレッツっていうのはあの決勝の舞台でのあれは本当に特別、うん、こうずっと頭に残るような、まあ、今でもあれ聞くと興奮するだろうなって、うん、みんなああいう舞台で、ね、売られて戦えるのはまあ、 ありがたいことなんだろうなって今でも思いますね、うん、まあ、そしてあの引退会見でも、まあ、レッツの対談に対するコメントもありましたけれども、はい、まあ、コロナ禍、はい、2度にわたる規律違反が発覚したと、はいはい、あの一件言える範囲でいいんですけど、はい、なんか振り返ってもらえますか。あの FC 岐阜への移籍、引退はよぎらなかった。もう一回ちゃんとプロとして、うん、やらせてもらえる場所があるんだったから、うん、プロとしてやりたいっていう思いの方がその時は強い。あの現役18年間やられてるじゃないですか、はい、本当サッカー好きだったからだなと思います、うん、自分に対して満足したことは一回も、でもまあサッカー人生一回もなかったかなと思います。これじゃダメってずっと自分に常に言い聞かせてきてるんで、うん、